何もかも真っ白だ。体も重いし、暑くて息苦しい。表に出てみろ。地球と同じ広さらしいぞ。迷わねえように気つけねえと死んじまうかもな。地球と同じ広さか。広いだろうな。こんなとこで一年も。真っ白だから余計に広く感じるな。早速修行始めぞ。遊びに来たんじゃねえんだ。まずはご飯をスーパーサイヤ人にする。そうだね、楽しみだな。スーパーサイヤ人に僕がなれるかな。絶対になれる。もちろんだ。おめえもれっきとしたサイヤ人の血引いてんだぞ。とりあえずスーパーサイヤ人になんねえとな。本格的な修行はそれからだ。僕ひょっとしてお父さんの修行の邪魔になるんじゃ。あ、最初のうちはな。ほら、スーパーサイヤ人を超える力を必ず手に入れるつもりだ。しかしごはん、おめえにはそのオーラをさらに超えてもらうつもりだ。え？僕がお父さんを？そうだ、絶対にそうなっとオーラを持ってる。そんな、僕がなれるのかな。すぐにそうなれってわけじゃねえさ。慌てずじっくりやっていこうぜ。ご飯、まずは軽く体でも温めてからだ。温めスタート。準備運動だからって手加減はいらねえぞ。はい。どうしたご飯、まだいけんだろ。まだで、あぶね、容赦ねえな。フライ。いや、やっぱさっきと比べて明らかに攻撃力が。ちょっとマジで容赦なさすぎるって。息子だぞ、少しは手加減しろ。あの、いいぞご飯、その調子だ。はい。ていうかセル編入ってご飯のまともな会話じゃねえ、戦闘がこれか。じゃんけん。で、マジで本当に容赦ないね。さっきもやられたわこれ。息子にコンボ決めんな。血を解放したろうぜご飯ちゃん。いいね、その顔ボコボコにしたろう。いや、またやられちゃった。あぶねえ。ごめんよご飯ちゃん、今度こそそんなヘマはしない。しないって言ったのに。あぶねえな。ほら、よっしゃ。数を踏んでるだけのことはあるみてえだな。そうかな。いやー、だからそれは本当に怖い。どうしたご飯、まだオラは本気じゃねえぞ。スーパーサイヤ人になってないもんな。いけ、打ち勝てご飯、打ち止まて親父なんぞ。よしよしよし、いいぞ、お前なら絶対になれるスーパーサイヤ人に。よし、あら、やっと。よし、こんくらいにしとくか、ごはん。体が温まるところじゃなかったな。まだまだ、こんな奴らもっと痛めつけてやらなきゃ。危ないでしょうが。楽しかった。この部屋で戦うのは結構大変だね。技や体の付け方はさすがのもんだ。ピッコロに叩き込まれただけのことはあるな。そっか、悟空が師匠するのもこれが初めてなのか。じゃあ次はやっぱスーパーサイヤ人になる修行に進んでよさそうだ。はい。違う違う、それじゃ気をでっかくしてるだけだ。スーパーサイヤ人はまず怒りがきっかけになる。ここで出せる怒りって結構限界あるよな。怒り、プツンと切れるんだ。そんなこと言ったって怒れないよ。だよね。いきなりうまくなれるわけねえさ。父さんだってベジータだって苦労したんだ。
焦ることなんてねえぞ、ごはん。はい。悟空はきっかけがあったけど、ごはんは難しいだろうね。ちょっと最後首かしげてたのが、よかったね。時は少し遡る。修行を終えたベジータ親子は、さて、行くか。俺も行きます。勝手にしろ。セルの元へ向かえ。じゃあ、行ってくるぞ。話せない。なあ、話したい。トランクス。ええ。修行で手にした力を出せれば、勝てます。そんなことわかっている。ミスターポポ、お前も喋れないのか。俺、嫌われているのか。畜生。さて、奴はどこだ。あっちだな。こんなのかいたな。18号たちの姿が見えん。この辺りのどこかの島に隠れているな。よかろう。聞こえるか、18号。姿を見せるんだ。見せなければ島を順に破壊する。わかった。現れんか、面倒をかけやがって。貴様はベジータ。貴様がセルか。あいつはベジータ。わざわざ何しに来た。まさかこの私を倒しに来たつもりか。倒しに来たんじゃない。跡形もないほどバラバラにしてやるんだ。私をバラバラに、貴様が。あまりにバカバカしい発言に呆れるしかないな。よく見るがいい、セル。貴様のそのいやらしい薄ら笑いを消してやるぜ。肉量が増してる。あれ、スーパーベジータ発言は。早速この俺の力を味わってもらおうか。やったろうぜ。いだ。どうした、居眠りでもしてやがるのか。この程度で生きがるんじゃないぞ。これから地獄を見せてやるぞ、ベジータ。そいつは楽しみだ。見せてみろ。いだ。ビッグバン。よいしょ。え、書き消されました。じゃあもう一回。もっと真面目にやれよ、セル。少しはやれるらしいな。どうだ、サイヤ人のサルミを本気にさせたいようだな、この私を。っこれがスーパーベジータの機の解放だ。ムッキムキやな。いで、舐めたことしてくれやがって。全然わからんな、動きが。今回攻撃当たりすぎてんな。よいしょ。こんなことがあってたまるか。言い訳するか。言い訳が聞きたいもんだね。どうやら修行で差がつきすぎてしまったらしいな。バカな。貴様はベジータだろ。違うのか。皆さん、お待たせしました。ついに聞けます。違うな。俺はスーパーベジータだ。笑ってないですよ。とてつもなくでかい気を感じて来てみたけど。おクリリン。
すげえ、あれが新しいベジータか。なんだ新しいベジータって。トランクスもあんなに強くなってるんだろうか。悟空とご飯は来てないみたいだな。人造人間たちだ。 こんなところにいたのか。今のうちに離れればいいのに動けないのか。セルもベジータもトランクスも気づいてないのか。10メートル以内に近づかないとコントローラーは効果がないんだよな。よし。どうやら本当に目いっぱいパワーを出してその程度だったようだな。がっかりさせやがって。うーちくしょうちくしょう。完全体になれさえすれば。うわ、ほう、貴様が完全体になりさえすればこの俺には負けんというのか。うわー嫌な予感。その通りだ。絶対に負けません。先般ベジータ、ここに極まれり。よし。10メートル以内に。近づいたぞ。このコントローラーで18号をストップさせても、破壊しなきゃセルに吸収されてしまう。最悪ストップさせた瞬間めちゃめちゃ猛ダッシュで逃げるとかもありな気はしなくもないけど、ベジータとトランクスいるし。チャンスは今しかないんだ。じゃあね。思い出してる。あ、一種の洗脳だな。あ、お前は。あれはまさか緊急停止コントローラー。なぜあいつが。ブルマさんごめん。え、男を見せたなクリリン。うまく逃げるんだ。絶対セルに吸収されないでくれ、頼む。まあできないよなクリリンには。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。それは。私が完全体になりさえすれば、パワー、スピード、技、頭脳、精神力、すべてにおいて完全な存在になる。コンピューターはそう答えたんだ。コンピューターが弾き出したデータによりますと、あれほど歴然たる差があっても完全体にさえなれば、この俺に勝てるというのか。ベジータ興味津々じゃん。何度同じことを言わせるつもりだ。貴様となら間違いなく勝てるぞ。その程度ならな。おお。父さんまさか。ほんとまさかだよね。なんかトランクスの束ねてる髪、鳥の羽みたいじゃない。お前たちサイヤ人は根っからの戦闘民族だ。戦ってみたいだろ。完全体になった私と。セル煽ります。いいだろう、貴様の罠にまんまとかかってやる。完全体とやらになるがいい。行け父さん。バカめ。父さんは逃がしてもこの俺は逃がさんぞ。おいベジータ、こいつなんとかしてくれよ。ここのセル情けねえよな。18号見つかったか。ここで あんなところに隠れて嫌がったのか。あ、来るぞ。おいセルに見つかったぞ。ほんとこのセリフだけで笑えてしまう。完全体にはさせんぞ。邪魔はさせんぞトランクス。いやマジいい加減にしろよベジータ。
おのれ。ついに完全体になる時が来た。父さんは間違っている。あいつを完全体にしてはいけないんだ。ふん、情けない奴め。セルがどう強くなるのか見たいと思わんのか。俺はそんなもの見たくない。地獄のような未来はもうたくさんだ。というけん、ここでもやってくるか。しまった、目が。太陽拳って後ろにも効果あんのか。やめろ。18号、くそ。もう取り込まれた後か。いよいよ完全体に変身か。今度こそがっかりさせるなよ。本当に戦犯だよな、ベジータ。いや、かっこよ。これだけでかっこいい。いや、マジで、さっきまでのタラコ唇どこ行ったんだよ。かっこよ。マジでいいデザインしてるよな。はあ。ついになったぞ、完全体に。出来上がりか。ついにセルは18号を吸収して完全体へとなった。18号を吸収され、クリリンは怒りの拳をセルに向けるが、圧倒的な力で返り討ちにあってしまう。まさかのダイジェストでクリリンがやられるところ映されるとは。扱いがひどすぎるぞ。せめてムービーにしてくれ。トランクスが預かっていた線図で一命を取り留めたクリリンは、完全体となったセルの強さに驚愕していた。完全体との戦いを望んでいたベジータは不敵な笑みを浮かべ、セルを挑発する。落ち着きを取り戻したセルは挑発を冷静に受け止め、ベジータとの戦いの幕を開けようとするのであった。さっきまで、おいベジータ、なんとかしてくれよって言ってたのに、すっとしやがってよ。進化は究極へ。すべてを圧倒する完全体。マジでベジータさん、いい加減にしてくれませんかね。君が私のウォーミングアップを手伝ってくれるかな。君とか言い出しちゃってるよ、この人。ウォーミングアップでおしまいにしてやるぜ。よろしく。こんなんだっけ。よろしく。いや、好きだわやっぱり。どうやら思った通り、完全体になっても大したことはなさそうだな。そうかね。見てみようか。オーラドスゴイって、やばいやばいやばい、怖っ。飛べ。バリアでっか。17号の何倍だよ。ビッグライン、アトキさん、本気でやってないな。だからウォーミングアップと言ったではないか。ビッグバン、アター。うわぁ、ほんといいタイミングでやってくる。こういうのはどうだ。やめるな。やめてくれよ。本気でやりやがれ。ではスコーンしてろ。やめろ、クッソが。俺はスーパーベジータだぞ。こんな完全体程度に。やめろ。バカな。やりすぎてしまったか。抑えたつもりだった。これがスーパーベジータか。すぐに終わらせてやる。出た、これ久しぶりに見たな。あれ、これ誰かと一緒だよな。いや、いっぱい合わさってんな。あ、ちょっと普通に死にそう。やべ、戦いを楽しんでしまっていた。お、疲れた。セルは疲れるのか。カメハメハギャリック砲対決したいな、セルと。やってきたか。いけ、吹き飛ばしてくれるわ。さすがベジータ、
今の攻撃はなかなか良かった。ふざけやがって。おやおや、差が大きすぎて戦いがつまらないとお前が言った言葉をお返ししなければいかんかな。さてと、そろそろ殺してしまうか。何してんだトランクス、早く助けないと本当にベジータは死んじまうぞ。父さんは俺や悟空さんに助けられることの方がセルにやられてしまうよりずっと屈辱なんです。そういう人だ。だからって助けないのもすごいな。そりゃそうかもしれないけど、父さんがセルとの戦いで気を失ったら助けに入ります。気失う前に殺されちまったらどうしようもねえぞ。 あ、失いましたね。しぶといな。まだかろうじて生きているようだ。今すぐ楽にしてやるぞ、ベジータ。トランクス、お前を殺すぞセル。強気なセリフだなトランクス。クリーンさん、父さんを連れて遠くへ離れていてください。うん。トランクスの気が極端に小さくなった。え、トランクスの戦闘なし。セルの気はでかいまま。やられちまったのか。大変だ。起きろベジータ。え、そんなすぐにはやられてないよね。あれ見れないのちょっと寂え、あれ見れないの。お前にもベジータにも随分失望させられた。もっと楽しめるかと期待したが。ムキンクス見れないの？マジで？そうだったか。最後に質問がある。お前たちは私に乾杯したとはいえ、短時間で急激に実力をアップさせてきた。時間があればさらなるアップも可能か。やってみなけりゃわからん。だがなぜそんなことを聞く。ふん、可能性がないわけでもないか。次の質問だ。孫悟空は何をしている。なぜここに現れないのだ。悟空さんは貴様を倒すための修行中だ。明日には戦いに現れる。悟空さんなら必ず願いを叶えてくれるぞ。俺はそう確信している。いい答えだ。では武道大会を開いてやる。武道大会。10日後の12時にしよう。大サービスだ。せいぜい強くなって楽しませてくれ。一体何のことだ。お前は知らんかもしれんが、かつて天下一武道会という大会があった。そいつを再現してやろうというのだ。心の余裕からか俗的なものを扱い始めたね。ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者がまた私と戦うのだ。何人でも構わん。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。テレビ放送を通してでもな。もしドラゴンボールがさ、最近のお話だったら SNS に書いといてやるみたいなこと言うのかな。ツイッターに日時投稿するけど全然バズらないセルとか見れるのかな。そんなわけねえか。待てセル、武道大会の目的は何だ。そして最終目的は。武道大会の目的は強さの確認と
全世界を恐怖に陥れること。最終目的は特にありはしない。もう目的完成し終わっちゃったもんな。なんかそう見るとセルちょっと悲しいな。やることないんかお前。あえて言えば楽しむことが目的かな。一番の目的はもちろん、なんだい、恐怖に怯え引きつった人間どもの顔を見ることだ。そういう趣味あるのセルは。あそれでは楽しみにしているぞ。